V 字型の特徴的なフォルム、羽の部分に乗客席がある、今までの常識を覆す飛行機フライング V。 その特徴は、デルフト工科大学と KLM オランダ航空の共同プロジェクトで開発されている次世代飛行機。胴体と翼が一体化した V 字型の機体で、名前はギブソン社のエレキギターと同じです。 V 字の先端部分が機首になっていて、翼には定員314名の客室のほか、貨物室、燃料タンクが収められています。 V 字形状が空気抵抗を減らし、機体の軽量化を実現。最新の大型旅客機エアバス A350-900 と比べ、燃料の消費量が 20% 軽減されます。オランダ航空業界が取り組む二酸化炭素排出量の削減にも貢献が期待されています。機体は斬新なデザインですが、大きさは従来型の旅客機と同程度。そのため、搭乗ゲートや滑走路といった既存のインフラがそのまま利用できます。10月に開催される KLM オランダ航空の創業100周年記念イベントで、ついにプロトタイプがお披露目されます。